オリンピック・パラリンピック期間で100万時間の祈りを日本のために捧げたい。今日のクリナビはスポーツミニストリーの働きを推進するジスプのオリンピックに向けたスポーツ伝道の働きに注目します。皆さんこんにちは。クリスチャンナビゲーションクリナビの時間になりました。今日も MC を務めますミッキー先生、瀬野光希です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、いよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開催されることになりました。実は今回のこの東京のオリンピック・パラリンピックに向けて、世界のですね、宣教団体が日本で伝道宣教をしたいということで、一昨年から計画がたくさん立てられ、日本にも視察の団体が送られてきていたんですよね。ところが今コロナのこの状況の中で、昨年はオリンピック自体も延期になったということもあって、実は海外からの宣教団体の活動がほぼできない状態にあるんですね。そんな中にありましても、国内にありまして、日本国際スポーツパートナーシップ、通称ジスプという団体があります。ここでですね、今さまざまな伝道宣教が計画されているようですね。この団体のオリンピック担当でいらっしゃいます、本郷大キリスト教会池田圭司先生に今日は来ていただいてお話を聞きたいと思っております。池田先生、どうぞお入りください。こんにちは。どうぞおかけください。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。日本国際スポーツパートナーシップジスプでは、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに合わせ、7年ほど前から海外の宣教チームの受け入れや各地でのイベントの準備などを行ってきました。しかし新型コロナウイルスの感染拡大は未だ収まらず、オリンピックは緊急事態宣言の中、無観客での開催が決まり、オリンピックやパラリンピック開催中の宣教活動は難しい状況です。今日は池田先生にこの状況にどのように対応していくのか、コロナ禍での宣教活動についてお話を伺います。いよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開催ということで、はい、私も関連しているところで、もうそうですね、4、5年前ぐらいから日本に来て宣教をしたいというアメリカや韓国や東南アジアの団体がたくさんあったんですけれども、はい、この昨年から本格的に拡散がされましたこのコロナによってですね、ほとんどその計画が中断したという経緯がありました。まあ、そんな中で先生がこのなさっている宣教伝道ですね、これについて、団体の働きについて今日はお話を伺いたいと思っております。昨年2月にですね、このおよそ120人の方々が参加をしまして、まあ、キックオフ集会を大会を開かれたと。でオリンピック・パラリンピック期間の宣教伝道活動について熱く皆さんでビジョンが語られたということですよね。はい、でこのジスプなんですけれども、先生の団体なんですが、当初オリンピックを通じて日本の500の地域で、それぞれ2000人に福音を伝え、そして約100万人に福音を伝えることをこの目標としてですね、合計ですね、このような計画の中に
いろんなさまざまなイベントも計画されてこられたということでした。しかしいかんせんこのコロナパンデミックによって今緊急事態宣言の中にもありますけれども、無観客ということで当然海外からのお客様も招き入れることができない状態になりまして、計画通りに本当になかなかいかないことがあったと思うんですよね。まずお伺いしたいのはこのジスプのですね、全国の協力団体や協力協会とともに祈りながらオリンピック・パラリンピックに向けてさまざまなこの企画を練ってきた、その準備についてですね、どのような準備計画をなさってこられたのか、まずそこからお伺いできますでしょうか。はい、はい。ジスプでは今先生おっしゃってくださったように500カ所そして各地域で2000人ずつ、このオリンピック・パラリンピックの期間に、100万人の人たちに福音を伝えたいということで、まずフェスティバルというイベントを企画していました。で、またそれ以外にも大体選挙チームが100チーム1000人ぐらいこのオリンピック・パラリンピックの期間に来られることを予想して、各地域の協会とコンタクトを取って、それぞれの受け入れですとかプログラムとかそういったことを考えてきていました。それ以外にもトラクトを作ってトラクト配布の計画をしたり、スポーツバイブルを配る、計画をしていたり、いろんな計画をさせていただいてました。そうですか。でも今このコロナになって、一応海外からのさまざまな、入ってこられての活動が、延期中止になったということですよね。そうですか。池田先生はこれまでも大変このスポーツ伝道に力を注いでこられたと、私どもの聞いておるんですけれども、池田先生が牧会します本郷台キリスト教会では長年スポーツ伝道に力を注いで、そして先生の教会の中には2002年からエスペランサスポーツクラブというサッカースクールを建てたり、また元アルゼンチン代表サッカー選手のオルテガ監督とともにスポーツ伝道の働きをされてこられましたよね。このスポーツ伝道を通して福音を伝える、この重荷を持っておられるわけですけれども、それはどこから来たものでしょうか。そうですね、私がスポーツ伝道に関わるきっかけになったことは主に2つあるんですけれど、一つは私たちの教会で中高生の男の子が一人も来なくなってしまった時期があったんですね。で、これはやっぱり部活の問題があって、で信仰とスポーツ、これが両立できない現状が日本の教会の中にあって、でもそれは本当に両立できないんだろうか。海外を見るとプロの選手でクリスチャンで良い証をしている選手たちもいますし、でも日本を見るとそういう選手がいないという中で、そういう目で見ていった時に教会に来る活発な子ほど早くに教会を去っていってしまう。スポーツが好きで地域のチームに入ったり、それこそ中学高校に入ったら部活に入ったりということで去ってしまう現状があって、結局二者択一しかできない状況を大人のクリスチャンが作り上げてしまっていて、子どもたちにスポーツを選ぶか信仰を選ぶかどちらか選びなさいって大人でもなかなかできないような決断を強いていたのかな。なんとかこれを両立できないかな、そんなことを常々、思ってみました。でもう一つのきっかけは、2002年に行われたサッカーのワールドカップなんですけれど、その決勝の地が横浜で、この横浜ではいくつかの協会と協力してサッカーフェスティバルというイベントをしたんですね。で2日間でだいたい3000人ぐらい動員して、サッカーグラウンドを借りて、横の空き地を借りてサッカーのトーナメントをしたり、また屋台や、舞台を組んでゴスペルコンサートをしたり、とにかく楽しいイベントをして多くの人が来てくれたんですね。このイベントの最後の日に、
人のうちの教会の男の子なんですけど、とてもシャイな男の子で、自分がクリスチャンであるっていうことを学校で言えてなかった、うん、だけどそのサッカーフェスティバルというイベントは教会の外で行われて、そして、とにかく楽しいイベントだったんで、彼がたくさん友達を誘ってきたんですね。で、会場に足を踏み入れると、そこには海外からのボランティアがこうピエロの格好をしたり、こう子どもたちを楽しませてくれて、同時にトラクトや聖書を配っていて、でどうやらその彼が連れてきた友達がそのピエロの格好をした宣教チームからトラクトを受け取り、また聖書を受け取ってくれたみたいで、ちょうど私がその男の子がお母さんにそのことを喜んで報告するために走っていく場面にちょうど出くわしたんですね。で、彼がお母さん、友達の丸々ちゃんが聖書を受け取ってくれたよって喜んで報告しているその場面を見た時に、あ、スポーツミニストリーってこういうことかって思ったんですね。一人のシャイな男の子を伝道者に変える、そういう可能性を持った働きなんだということを改めて、知りまして、あそこら辺から2002年のあたりから、徐々にスポーツミニストリーに取り組むようになりました。そうですか、はい、先日は、はい、先生のところに所属なさっているキムさん、鈴木さんご夫妻、はいはい、アスリートチャーチの働きもご紹介させていただいたんですが、はい、まあ、その中でも触れたんですけれども、もう日本はスポーツ大国でさまざまな競技をしているし、うん、何らかの競技に関わっている人が、うん、なんと7000万から8000万ぐらいいるという話ですよね。そうですね。はい、まあ、そういう私もね、いくつかスポーツやってますけれどもね、はい、やっぱりこれは無視できない。そうですね。いや、これはむしろ教会が積極的にやはり考える部分ではないかとも思いますよね。はい、いかがですか。はい、そうですね。日本の教会はこう若い人が少ないということを言われるんですけれど、確かにこうマイナス面を見たらそういうことが言えるかもしれないんですけれど、でも実際私はスポーツをやらないんですね。先生ご自身はしないんです。そうなんですか。見るのは好きなんですけれど、で、まあ、教会によく笑われるんですけど、教会から300メートルぐらい離れたコンビニに私車で行くそういうタイプ で、 そ、 うでした。そういう私が、まあ、初めの頃はスポーツミニストリーやってていいのかなと思ったんですけど、まあ、神様が私のもとにキムさんやマドカさんや、いろんな方々、オルテガさんなどこう集めてくださって、まあ、スポーツをやらない私がスポーツミニストリーをやるっていうのも一つの証になるのかなというふうに思って、います。あ、そうですか。まあ、ご自身はでもね、スポーツをやらない、まあ、もちろんね、スポーツ見ることが、はい、お好きということかもしれませんけれども、でも不思議ですよね、神様って。そうですね。でも神様のお心がやはり先生の教会を通して、こうしてスポーツを通した伝道宣教というビジョン、そのためにまた人材も送ってくださっているということで、やはり神様のお心が、ご計画があるんでしょうね。そう思いますね。本当に。なるほど。そしてそんな中で先生は、ビジョン2024、はい、この 10×10 と書きまして、10 by 10と読むそうなんですけども、はい、この10 by 10ビジョンという、はい、このビジョンをお持ちで、これをもとに、このいわゆる先ほど言いましたディスプと言われるものですね、はい、このオリンピックの担当として伝道宣教の働きを進めておられるということですよね。はい、このビジョン の、 この成果はいかがですか。そうですね、まあ、これからかなというふうには思ってるんですけれど、はい、私が2013年の年末に、スポーツミニストリーの国際会議に行かせていただきまして、でそこに参加をした時に、それぞれの国の代表が集まっての会議があったんですね。さらに小グループみたいな形 で、 でその中で日本から参加している先生方が少なかったこともありまして、私がそこの日本代表として出席することになって、出たんですね。そしたらその会をコーディネートしてくださっている先生が、それぞれの国のリーダーに
それぞれの国のビジョンを語ってもらいたいと言われて、でってびっくりして、それまで国のビジョン、まあ、スポーツミニストリーには関わってましたけれど、でもあくまでそれは私の見える範囲のことでしたので、日本という視点で考えビジョンを考えたことがなくて、だん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 順番が回ってきて、どうしようどうしようって思って、まあ結局最終的に先ほど言われたエスペランサで、あのフルサイズのコートグラウンドを作って、でそこでプロのクリスチャンの選手を輩出すること、そしてクリスチャンの指導者を輩出してアジア圏に送り出していくこと、そのために必要なこうフルサイズのグラウンドを作りたいんだ、そういうことをそこで話させていただいたんですね。で、まあ、グラウンドを作るのも億単位のお金が必要になるので、とても大きなプロジェクトなので、お祈りくださいっていうことを言ったら、その会をコーディネートしている先生が何て言ったかっていうと、おもむろに他の会の代表の時には何にも言わなかったんですけど、私に向かって、あなたのビジョンは小さすぎるって言われたんですね。私びっくりして、そんなこと言われたことないし、まあなんか私が言ったことを否定されたように思ってちょっとムッともしたんですけれど、でもそのコーディネートしてくださってる先生が続けてこう言ったんですね。神様がもしその国に対するビジョンを一人の人に与えたとするならば、その人は恐れるって。なぜならそれは一人では担えないから、恐れて神の前に出させられるって言ったんですね。私、そういうものなのかなっていうふうに、まあ、少し聞き流してたところもあるんですけれど、その晩ホテルの部屋で私一人で静まって神様のとの時間を持っていた時に、まあ、そのことを思い返しながら、神様もしあなたがこの日本に対するビジョンをお持ちでしたら、それを私に示してくださいということを祈ったんですね。しばらく何もなかったんですけれど、で特に私福音派の人間なのであまりこういう経験はないんですけれど、心の中に 10×10 っていう数式が浮かび上がってきて、でいくら書き消そうとしても消えないんですね。で、あ、これは何か神様が示してくださってるのかなと思って、神様この先ほどから私の心に消えない 10×10 ってどういう意味ですか、何ですかっていうことを聞いた時に、神様は10×10 の初めの10はこの10年のうちにということだと、そして後半の10は10倍の祝福を私は日本に注ぐって語られたんですね。で、10倍の祝福って何ですかって聞いて、でしばらく神様の前に静まっていたら、神様はそれは日本のクリスチャンの数だと言われて、あ、日本今100万人の約クリスチャンがいるとして、1000万人のクリスチャンを神様がこの10年で与えようとしておられるのかということが分かったんですね。それ以来この転売店というビジョンを掲げて、みんなで取り組ませていただいてます。はい、そうですか。でも素晴らしいですね、この10倍、10年後にというこの一つの転売店というビジョンですね。10年後にそれがこう生まれるといいですね。私ももうもちろん願っていますけれどもね。ちょうどスポーツミニストリーのカンファレンスでしたので、2020年に東京オリンピック、そして2024年、まあ、13年の末でしたので、まあ、14年からと考えて、2024年が10年目、2024年って今度は東京の次の、まあ、パリでのオリンピック開催になって、世界中の目がパリに向いている、その時に、ただ2020年のオリンピック伝道に取り組むんではなくて、2024年を目指しなさいっていうアドバイスをちょうどその昼に受けてたんですね。で、2020年を通して何が残るのかという
こうチャレンジを受けて、うん、ああ何をできるかなと思った晩に、うん、この転売店の2024年に10倍の祝福をということがちょうどマッチして、うん、ああこれは神様からなんだなということを思ったんです、ね、ああそうでしたか、うん、そのこのビジョンを抱きながらですね歩んでおられるわけですが、はい、でも今回突然このコロナですよね、はい、新型コロナウイルスのこの拡散が、はい、まあ、社会世界もそうですけれども、はい、先生のどうでしょうか、このビジョンに及ぼした影響というのは終わりになったでしょうか。はい、そうですね、はい、私たちはこの8年間オリンピックの選挙のために取り組んできました。それこそ先ほど言った選挙チームの受け入れから、またフェスティバルから、そしてまたトラクト、またスポーツバイブルを作ったり、コーヒーハウスを開いてそこで無料のコーヒーを振る舞って福音を伝えようという計画も全てできなくなってしまった、そんな現状があります。そうですか。まあ、おそらく多くの団体や協会のこのオリンピックに対する計画もね、はい、本当になかなか難しい、頓挫してしまったケースも多いかとは思うんですけれども、はい、そんな中で一つ開かれたもの、はい、まあ、よくね協会では言うんですけれども、はい、四方八方が塞がれてても、うん、天への、空間は開いているんだと、つまり祈りですよね。はいはい、JISPでは現在この祈ることに専念しようと決められて、100万時間の祈りというキャンペーンを立ち上げたと伺ってますけれども、はいはい、このことについて少しお話しください。はいはい、先生言われた通りに、今までまあこう計画してきたことが全て閉ざされて、ああこれオリンピック、しかも国民の大多数が反対している中、何にもできないなっていうことを思っていたんですね。はい、しかし一緒にスポーツミニストリーをしている宣教師があるとき私のところに来て、ケイシ、日本に来る予定だった宣教チームはまだ日本への宣教の思いを持って日本のために祈ってくれてる、うんうん、で私たちはこのオリンピック・パラリンピックの期間に100万人の人たちに福音を伝えたいということで取り組んできたけれど、それは私たちが計画した形では成し遂げられなかったけれど、でもこの祈りを通してできないか、でこのオリンピック・パラリンピック期間で100万時間の祈りを日本のために捧げたい、もうそのために世界のクリスチャンたちは燃えているっていうことを言われて、ああそうか、祈りの扉が閉ざされてなかったっていうところに気がついたときに、いやむしろ神様はこの8年間の私たち人間的な努力も全てご存知の上で、最後の最後祈ることに私たちを追いやっているのではないかなっていうふうに目が開かれたんですね。同時に私すぐ計算する方なので、うんうん、でも待てよ、100万時間っていうと、うんうん、オリンピック・パラリンピック、足すと30日間なんですけれど、はいはい、その30日間1人1時間コミットして祈ってもらったとして、33,333 人必要になる、うんうんうん、それは少しちょっとハードルが高いかなっていうふうに思ったんですね。うん、でももう一段階神様思いを進めさせてくださって、いやでももし世界で3000教会が10人または11人の祈りの勇士たちをそこに送り出します、あるいはその分私たちの教会としてコミットして祈りますって言ってくれたら100万時間達成できるっていうふうに考えた時に、あ、3000教会だったら可能かもしれない、うん、そう思ってこの100万時間の、祈りというのを、企画するようになりました。ああそうですか、はい、まあ、どうしてもね日本は今それぞれ8000教会があるとはいえ、はい、集っている人数が平均もう30名、はい、まあ、40名まででしょうね、うん、日曜日ね、はい、そのような中で、この大きなビジョンの達成のために、はい、でも考えてみたら
先ほど最初にね転売店のお話の中で、うん、ある方がその小さいというね、うん、あの言葉をかけられたということですが、うん、けれども私たちもどうしてもこの日本の霊的な現状だけを見ていると、うん、あまりにもビジョンもいろんなことも小さすぎて、うん、逆にこう大きいことを言うと先生もさっきおっしゃいましたけれども、うん、もう大言壮語するものじゃないんですけどね、うん、大風呂敷を広げてという批判が来る恐れ、うんそういうものも起こりますですよね、はい、でもこれを、まあ、世界に拡散しながらいろんな教会が、うん、重荷を持つ教会が祈るならば可能であると、うんはい、こういうことですね。そうですね、あの今回この100万時間の祈りということなんですけれども、はいはい、あのこれにこうアクセスといいますか、はい、今聞きながらビジョンを共有してしたいなって思う方絶対いらっしゃると思うんですね、はい、ご覧の方々の中にね、はいはい、あのその方法がございましたら少し紹介していただきたいなとも思うんですけれども、はいはい私たちの方では日本語と英語とそして韓国語でホームページを立ち上げていますので、その URL をから入っていくことができます、はい、あのやはり祈りというのは、クリスチャンにとって教会にとって本当に最大の武器ですよね、はい、そうですね。これを私たちが持ちないでおくというのは本当にもったいないことだと思いますし、はいこれから何か先生どうでしょうか、今回まあオリンピックは8月9月とパラまでありましてから終わるわけですけれどもね、その後このスポーツ伝道についても何か神様から新しいビジョン何かいただいていることはありますか。そうですね、うん、今までこうスポーツミニストリーを進めてきてさまざまにこうスポーツを通して神様の栄光を表したいという方々が起こされていますので、うんまあ、その点と点がつながって線になり面になって、うん、さらに福音を伝えていくようになったらいいなと願っています、うん、そうですね。もうあらゆる私たちが通常やっているさまざまな生活の中のものを通していろいろとこうできていく。特にあの先日もご出演いただいたキムさんも鈴木さんもおっしゃってましたけれどもやはりこの言葉が必要がない部分がスポーツにはあると、うんはい、芸術とかもそうですしね、はい、これを通してのこの宣教伝道っていうのは、はい、特に日本の場合は効果的なんじゃないでしょうか。どうでしょうか。そうですね、うん、あの今日本の 70% の人たちが過去1年間で何らかのスポーツに関わってきたと、うんということで、まあ、7000万から8000万のスポーツ人口がいますし、うん、またスポーツというのはユニバーサルラングエッジと言われてまして、うん音楽、スポーツ、そして、芸術と言葉を使わずに福音を伝えられます、うんうん、今までこう日本の教会はそうですね、こう文系とか理系の人たちに届く言葉はあったかもしれないんですけど、うんはいはい、体育会系の人たちに届く言葉を、うんまあ、福音のツールとしてスポーツを用いていただけたらいいなと思っています、うんうん、そうですよね、まあ、体育会系の人って結構いますから、はい、これから日本の教会がそういう意味では少しいろんな意味でこう目が開かれ視野が広くなって、うんはい、そしてこのスポーツを通しても芸術を通してもね、うんはい、宣教が進んでいくといいですね。そうですね、はい、もう今ではあの世界のスポーツ特に、まあ、アメリカはその象徴ですけれども、うんこのバスケットやアイスホッケーとか、うん、あのメジャーリーグですけれどもね、はい、野球とか、はい、もう三大スポーツを取ってみても、はい、アメリカフットボールを取ってみても、はい、もうクリスチャンの選手たちが、うん、もう堂々と証しをしている、はいはいうん、先日も今ちょうど大谷という選手で、うん、もう本当にアメリカ中がにぎわっていますけれども、うんあのメジャーリーグではだいたい1チームに10人から15人ぐらいの熱心なクリスチャンが必ずいて、試合前に、このミーティングが終わると聖書を開いて祈ったり御言葉を読んだりしながらクリスチャンたちが試合にこう臨むということもあるようですよね。日本も先生どうですか。そんな国になりたいですよね。そうですね、本当にそうなってほしいなと思います、うんうん、やっぱりスポーツ選手が持つこう証の力っていうのはすごい大きいものがあると思うの で、ねはい、そこに届いていきたいと思います、はい、日本のプロ野球しかり J リーグしかり、はい、もういろんなところにクリスチャンの証人が立てられるといいですよね、うんうん、そうですね、はい、これからも先生もますますあの教会の中でも
このスポーツミニストリー、まあ、これはなかなか何度の教会でもできるかっていうと、そういうことではないとも思っているんですけれども、いろんなこう、研究をなさりながら働きをこう広げていかれるとよろしいと思いますね。はい、一つ先ほど言ったフェスティバルというイベントは、にこう、まあ、私たちもよくわからない中、進めたんですけれど、教会が地域とつながる、そしてまた教会にいる人たちが宣教の思いを持って、使えることができる、とてもいいツールとなっています。ぜひ日本のいろんな教会で用いていただけたらなと思うプログラムです。そうですか。また先生、何か今回、このオリンピック・パラリンピックのために、冊子といいますか、いろんなものをお作りになっている、でまたそれがこう用いられるということを願ってらっしゃったわけですが、実際には今人々が集まれないということで、配布が難しいということなんですが、それについても何か付け加えてお話しされることありますか。そうですね、今 FCA という団体と協力して、オリンピックに向けたスポーツバイブルという冊子を作りましたので、こちらの方をぜひ、教会で用いていただけるといいなと願っています。そうですか。まあ、ぜひ見られておられる方々の中にもスポーツに、関心を持って、さまざまに何かそういうところに私も参画したい、参与したいっていう方いらっしゃると思うんですよ。いい機会じゃないでしょうか。先生どうですかね。ぜひまたそれも受け取り、こう配布をしていくっていうこともまた伝道につながっていくと思いますね。先生、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。最後にぜひ先生に、今回のオリンピック・パラリンピックも含めまして、この宣教が進んでまいりますように、全てを覚えて一言お祈りをしていただきたいと思います。はい、分かりました。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。このようにしてさまざまな声がある中、オリンピック、そしてパラリンピックが開催されようとしています。ここにどのような神様のご計画があるのか私たちには分かりませんけれど、でも神様の御心でなければこのことは行われません。そこに神様の御心があるならば、どうか主よ、私たちに教えてください。私はあなたを決して離れず、あなたを見捨てないと言われる主が共にいてくださいます。ですから私たちはこの中であなたの御心を行っていきたいと願っています。そしてただ単に、オリンピック・パラリンピックの期間だけでなくて、それを超えた2024年の大きなビジョンに向けて神様が必ず働いてくださることを、今そのためにも私たち一人一人を祈りに追いやっておられることを覚えますから、神様、この時真剣にあなたの御前に出て祈り、取りなすものへと変えてくださいますようにお願いいたします。このオリンピック・パラリンピックに関わるアスリートの方々、コーチやトレーナーの方々、関係者一同、また日本の国民、すべてをコロナの危険から守ってくださいますようにお願いいたします。すべてに神様の栄光が表されますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。先生ありがとうございました。ありがとうございました。お働きが祝福されますように。感謝します。先ほども先生からもご紹介がございました、スポーツバイブルですね。私も拝見しましたけれども、今までにさまざまなスポーツバイブルという名を打ったものがあったようですね。でもこれが新しくなっているのは、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つの福音書が載っていること、そしてそれに関するこうデボーションのガイドもついているんですよね。いいですね。そして何よりも、皆さんもよくご存知のテニスのマイケルちゃんですとか、マートン選手ですね、その証しなどもあります。日本からはテコンドーの岡本依子さんもこの書いておられますね。その他にも今回東京パラリンピックにご参加の予定だというメダリスト、ジャリット・ウォレスという選手のそのお証も書かれているそうですよ。皆さんいいですね。ぜひですね、サイトで申し込んでいただいて、多くの方々に
キリストイエスをお明かしくだされば幸いです。それでは皆さん、今日のクリナビはここまでです。では来週またお会いしたいと思います。ごきげんよう。さよなら。先生ありがとうございました。